前頭葉は、哺乳類の脳の一部である。大脳の葉の一つ。前頭葉は、両側の大脳半球の全部に存在し、頭頂葉の前側、側頭葉の上前方に位置する。前頭葉と頭頂葉の間には一時運動野が存在する。一時運動野は、中心全開に関連付けられた、特定の身体部位の随運動を制御している。 前頭葉が完全に成熟するのは25歳前後と言われており、これは成人期の認知的成熟の印とされている。UCLA のアーサーーガの研究によって、前頭葉の白質の随称は10代の被験者より、若い成人の被験者において増加していることが発見された。成人期初期における統合失調症の典型的な発症は、 不十分なミエリン化と、それによって引き起こされる前頭の細胞間の非効率的な結合とに関連がある。大脳皮質のドーパミン間受精ニューロンの大半は前頭葉に存在する。ドーパミン系は、報酬、注意、長期記憶、計画や意欲と関連付けられている。ドーパミンは、視床から前頭へと伝えられる感覚情報の制限。 および選択に関連しているとされている。米国国立精神保健研究所の報告によると、前頭前皮質におけるドーパミン活性の減少を起こす遺伝子変異は、ワーキングメモリ課題における成績の低下と課題中の前頭前皮質の機能の低下とに関係し、統合失調症のリスクをわずかに増加させると報告されている。動画 赤で示す部分が左半球の前頭葉。右半球は透明にしてある。前頭葉の持つ実行機能と呼ばれる能力は、現在の行動によって生じる未来における、結果の認知や、より良い行動の選択、許容され難い社会的応答の無効化と抑圧、物事の類似点や、相違点の判断に関する能力と関係している。前頭葉は、課題に基づかない。 長期記憶の保持における重要な役割も担っている。それらはしばしば大脳変異系からの入力に由来する情動と関連付けられた記憶である。前頭葉は社会的に好ましい規範に適合するようにこのような情動を調整する。前頭葉の機能を計測する心理学的テストとして指叩き課題やウィスコンシンカード分類課題、言語や 図形処理の流暢性の計測などがある。20世紀初頭に精神疾患の治療法として、ポルトガルの神経科学者のエガスモニースによって、初めて開発された、前頭葉と大脳変縁系をつなぐ経路にダメージを与える方法が行われた。前頭のロボトミーにより、患者の苦悩を軽減することに成功したが、副作用として、感情、意志、人格の鈍化が見られた。 この精神外科的方法の無差別な使用は、深刻な副作用と手術の危険性も相まって評判を落とし、精神医学的な療法としては姿を消した。非常に稀ではあるが、より的確な形での精神外科的手法は、今でも時折行われている。全脳切開や、両側体状解説状といった治療法が、治療困難な脅迫性障害や鬱病に用いられる。 全東洋の障害は、様々な現象を引き起こす。キンバーグ、DY、ファラ、MJAUnified Account of Cognitive Imparaments、Following Frontal Love Damage, The Role of Working Memory Incomplex, Organized Behavior, JEXP, Cycle, Gen, 1993-122, 411から28。ありがとうございます。